マンスロ久しぶりですね。久しぶりです。こないだぶりね。こないだぶりってこないだいつだっけ。こないだいつあった。とんかつ行ったじゃん、西川さんの。そう、2週間ぐらい前かな。美味しかったよね。美味しかった。マンスロ今日は何、撮影からお疲れ様です。ありがとうございます。これからね、あのマンスロと行きたいところあるんですけど、うん、マンスロは東京の稲城は行ったことある？ありますよ。撮影で？撮影で行ったことあるし、いろいろ行ったことある。稲城？稲城。私初めて。あの友達がいるね、赤坂にあのバーがやってる友達、あきこさんという人がいて、で私演歌大好きじゃん。で彼女のところでたまに演歌練習しに行くね。彼女も演歌めっちゃ上手くて、でいろいろ、いいね、いろいろな歌を教えて、演歌を教えて、それで彼女のお店で練習して勉強するね。で私いつも彼女は赤坂に住んでると思った。2年使ってる。でずっと赤坂に住んでると思って、そうしたら実は彼女は稲城に住んでるだって。全然離れてる。離れてる。さんはね、 YouTube チャンネル出してる。で私彼女の YouTuber いつも見てる。でなんかすんごい立派な IKEA マンションある。え、こんな IKEA は赤坂にあるかなと思って、ああいう IKEA はなんか赤坂っぽいじゃないんじゃないかな。そしたら話したら、あきこ、あのすごい立派な家ですね、どこにある、赤坂どの辺にあるの。いや違う、実は私は稲城だよ。稲城。え、稲城、ぜひ稲城来て。私まだ行ったことない。稲城何有名かな。稲城何有名だろうね。うなぎじゃないの。稲城。嘘でしょ。違うと思うけど。うなぎじゃないの。で今日はね、マンスルちゃんと一緒に稲城行きたい。どう、行きましょう。行きたい。うん、あきこと紹介してくれるから、してあげるから行きたい。うん、行きましょう。すごい明るい人、いつも笑ってる。いつも笑ってる。ああ、いつも笑ってる人はね。いつも笑ってる人。いいね。だから彼女と一緒にいると、もうすごいポジティブたくさんもらおう。もういつも笑ってる人、何あっても笑っても。いいこと、いいこと。ねえ、それいいこと。だから楽しみにしましょう。稲城まで結構時間かかるかな。それは稲城はいつ頃行った？稲城覚えてないけど、いつ行った。でも、何回も行ってるよ。本当？このままだったら、1時間ぐらいかかるよ。1時間かかる。下から1時間。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかあの高速乗らないとダメ。そう、高速に乗る。また間違えたらぐるっと回ってるじゃん、私たち。これでよかったでしょ。そう。そう、これでいい。これで回る。ナビの言うこと聞かないと。いや、聞くけど、ぐちゃぐちゃになってるじゃん。なんで私はこんなにカラオケ好きになったのかな。いつも考えてる。マスロ、カラオケあんまり歌わないでしょ。歌は聞くのは好きなんだけど、自分であんまり歌わない。あんまりというか全く歌わない。ここを右、これ右。あ、だけど入れないよ。これだよ、これ、これ、こっち。あ、こっち、こっち入る。あ、誰も入れないじゃん。入れるよ。マスロちょっと、トラックだけ入れないの。いやー、捕まったら困る。え、何ですか。だって見てよ、あのエネオスガソリンスタンドないじゃん。それもそうなってる、これもこうなってる。大丈夫、マスル、本当入れる、入れるってば。ちょっと待って、ちょっと大丈夫。こうまっすぐ行って、これ左行って、これに任せたら多分1時間も私たち来ない。私に任せたら夜着く、ユナギに。そうだよ、やばいよ。マス、うん、あの、あなたは日本のすいませんお疲れ様です頑張ってというこの3つ言葉に対してどう思う。これは日本の文化、正解上にあるんじゃない。あるわけないじゃん、私の国にないじゃん。いや、でも私の国にお疲れ様ですと、まあもちろんすいませんと、頑張って、頑張ってっていう意味の言葉はないね。でもまあ近いことはあるけど。え、うん、頑張ってあるの？頑張ってあるよ。でもちょっと違った意味で言う。日本みたいにこのすいません、お疲れ、
頑張って、もうこの3つだけで会話になってるよ。もう一つ、もう私マンスールと会ったら、マンスールお疲れ、すいません頑張って、でも会話になったじゃん。そうじゃないの？それかも。それ会話って言えない。違う、この3つ言葉で会話になってるじゃん。そのこの3つ、私の国だったらこの頑張ってとか絶対ないじゃん。そうね、頑張って。日本は例えばどこ行っても頑張って頑張って頑張ってでしょ。頑張ってね。自分でこの頑張って聞いたらどう思う？悪くないと思う。なんか力になるんじゃない？力もらえるんじゃない？あ、そうなの？頑張って言ったら、うん、でもね、私逆に頑張って言ったら、例えばどっか行くでしょ、うん、どっか行くじゃなくて、なんかやることあるときに頑張ってと言われたら、なんかすごいプレッシャーかかるよ。あ、本当？なんで？だって頑張らなきゃいけないから、もしうまくいかなかったら、向こうの人から頑張ってと言われてうまくいかなかったら、なんかすごいプレッシャーかかる。で、逆に頑張れないじゃん。あ、そうなんだ。自分で信じない？いや、全然頑張れる。頑張れるの？うん。頑張って言ったら？頑張ってって言ったら、うん、力もらえるし。で、なんで美容院行くとき注射、例えば注射を打つ、頑張ってというの？痛みに頑張ってって、多分分かんないけど。何を頑張るのか。痛みに頑張るんじゃない？注射痛いから。でもそこまで言わないでしょ。言うでしょ。例えば行ってきます、病院行ってきます、頑張って言うじゃない。まあ普通は行ってらっしゃいって言うんだよ。気をつけて行ってらっしゃいな。日本にいるよ。私も日本に住んでるよ。わかるけど、私もだよ。だから何、一日中頑張ってとかお疲れ様ですとすいませんは出てこないの？多分人生って頑張ることってなってるんじゃない。まあ人生って頑張るんだけどね。みんなあげ始めてね。これ総武線でしょ。そう、なんでわかる？いや、わかるかも。総武線だけど、なんで総武線？え、総武線じゃないよ、これ。これはね、黄色い線の何線？黄色い線は総武線じゃないでしょ。府中の方走ってる電車は、黄色い線は総武線ではありません。そうだな。あ、総武線かな。京葉線。京葉線、黄色い線？そう、総武線と、そう、総武線もある。じゃあ総武線、総武線どこまで行くかな。相模原線とか京葉線とか。そうか、真剣考えて私の今の質問。真剣ね、はい、真剣だよ。真剣か、はい。なんで真剣？真剣に考えるね。真剣か。正しいは真剣。はい。真剣に私の質問に考えてください。はい。あなたは日本に一番最初来た時に困ったこと何にあったでしょうか？一番最初、言葉も何もわからないでしょ。困ったことは何あった？どこから便利だ。わかんない。あったと思うけど。これは初めて外国の人から何もなかったのは聞くのはあなたからしか聞いてない。みんななんか困ってるでしょ。私何困ったかな。全部綺麗すぎて困ったじゃない？え、困るの？綺麗すぎて。自分の国そんなに綺麗じゃないじゃん。なんていうお手洗いからとか全部綺麗じゃないぞ。日本は綺麗すぎて困るんじゃない？綺麗すぎて困った。困ったの意味わかる？もちろん。綺麗すぎて困ったって言わない。綺麗すぎて良かったっていうの違う。最初困るじゃん。だって最初はどうやってお手洗い使うとか、いろいろどうやって使うとかわかる？日本の機械最初来たら何もわからなくて、いろんな機械あるじゃん。日本はどこ行ってもどうやって使うかわかった？必死でない。わかった。もしかして分かったと思う。
例えばウォシュレットとかそういうの、そ そういうの、うん、全然わかるじゃん。だいたい見ればすぐわかるでしょ。だけど座った時にでベンジは暖かくてどう思った？あ、いいなと思った。気持ちよかった？気持ちよかった。ここに来て最初は気づいたのはなんか日本人冷たいなと思ってたんだけど、最初でも、うん、でも本当日本語を喋れるようになると日本人の中に入るとそうでもないなと分かった。そのとおり、同じ、全く一緒で、本当中に入ると日本人も結構すごい面白いことは言うし、なんか面白いこといつも喋ってる、笑ってるし、そう、冷たくはない。そう、最初私も冷たい、最初すごいな、冷たいなと思った。でも慣れると全然そうでもない。あの、日本人の一番私大好きなところは、あの、相手の人を傷つくのは気をつけてる。そうそうそう、思わない？傷つけたりしない、傷つけたりしないよね。あの、ね、なんという、言葉まで使う、あの、気をつける。例えば日本人と、日本人の方と会って会話するんじゃない？で、私自分の意見出す、いろいろ言う。絶対私の言う通り言うでしょ。そうそうそう、絶対はダメと言わない。そうそう、違うとかあんまり言わない。違くても言わないよね、うん、それはすごいな。やっぱり相手のことはよく考えてるよね。そう、その辺優しい、ね、私たちの国だったらもうはっきり全部言う。ダメとかそういうこと言っちゃいけませんじゃない。まあまあ言う人と言うのを言わない人もいるんだけど、大体、うん、日本人の方は言わないよね。すごくいいところ、ね、青だよ。青、喋りすぎで青とかまっすぐでしたよね。いや、ちょっと待って、これまっすぐ違う。そう、左山だよ。そうだよね、もうちょっとじゃないの。あと何分？もう少し、あと何キロしかない。ああ、柳ちゃんに着いた。私、何年日本にいても稲城は初めてです。駅の近くはあるけど、この辺はないね。これは稲城区、稲城市、稲城市。稲城の駅近いから、だから稲城って呼んでるじゃん。稲城市とかもあるかも。でもこれは本当すごい、見て、なんか寺もある。ね、すごい。うわぁ、これはすごい。山に登ってるみたい。でも私こういうところ大好き。どう？いいね。でしょ、なんかすごい落ち着くんだよね、東京より、ね。だけどここも東京よね。ここもまだ東京だと。東京と、だって住所をナビに入れたら東京とか言った。大変じゃあ、気候は。ずっと赤坂から稲城通ってるよ。自分で車を運転して。偉いな。稲城は。こんにちは。こんにちは。半数です。はじめまして。すごい、あの景色綺麗になって。びっくりした。東京だけどちょっとね。うん、東京に見える。ケーキ。ちょっと入ってきたな。いいですか。